えー、皆さん、お待たせいたしました、あそれではあの今日は知事シリーズということで、えー、埼玉県の上田京志知事に、えー、おいでいただきました。えー、まず、昨日の台風、突風で、えー、埼玉県も熊谷、行田など、大変な被害を受けたことを、私の方からお見舞い申し上げます。でその点も含めまして今日日はあ成功モデルで日本を元気にと 埼玉からの政策を知事に発信してもらいまして、その後質疑応答ということにしたいと思います。えー、ちなみに皆さんご存知だと思いますが、上田知事は今回、3期目ということで、はい、民主党の衆議院議員から埼玉県知事に転身をされまして、埼玉のこれまでの中で、 支持率を非常に高めて3期目に入って新たな政策を次々と打ち出している知事でございます、えー、それでは3,40分で知事の方から説明を受けた後質疑応答に入ります、えー、遅れましたけど私は今日の司会進行を務めさせていただきますトークラブ企画員のテレビ朝日の川村といいますそれでは知事をよろしくお願いいたします、はい、改めて皆さんこんにちは あの最初に2点、この私はあの知事に、まあ、なる前も含めてです、ね、問題意識がありましたえ対霞が関ということを考えてです、ね、問題意識がありました1つはです、ねえー、役所の方は、まあ、役人は赤字を苦にしない体質があると。 これが基本にありますもう一つはですね、結果を気にしてない、むしろ形式をきちっと整えてるかどうか、手続きをきちっとやってるかどうか、つまり手続きさえこなしていれば、責任を果たしたことになる、結果責任については問われることはないという、そういう問題意識を持って、 ってていいいることとをままず破ららなななければならないという,ふうに思っておりました、えーまあ、赤字を黒字にするというのは今日の課題にしておりませんが、えー、県にぶら下がっているさまざまな団体は、えー、ほとんどというかほぼ全部赤を黒にしました、まあ、具体的に言えば浦和競馬というのがありますが これは埼埼玉玉県議議議会会会5人人人と、えー、埼玉市のの3合、えー、合わせて8人の、えー、競馬組合議会があります、えー、これ毎年、えー、ここ15年前ぐらいから3億ずつぐらいの赤字を出しておりまして就任時には23億の累積赤字になっておりましたなぜそれが国にならないかというと赤字になっても給料は同じでボーナスも同じで そして最後は本体が面倒を見るだろうという考え方がどっか心の中にあるからであります。実際あちこちの土地開発公社なんかが大赤字になって廃止される時当然債権者に対しては本体である県あるいは市などがですね補填をするわけでありますがそれと同じ考え方であります。 就任後毎年56億ずつぐらい黒字を出しまして、えー、累積赤字23億は解消して今県とさいたま市に配当金を払っております大体コンスタントに6億ぐらいは稼げるような状態になっておりますあるいはさいたまスーパーアリーナ今や日本一の観客,観客動員数の多いところでありますがここも 就任時はね6億8千万からの補助金を出しておりましたが現在では逆に6億からの県に納付金をいただくようになっております埼玉高速鉄道にしてもしっかりであります、えー、いろいろあの今日の課題ではありませんがそういう問題意識を持ってトップが具体的に赤にしないぞ黒にするぞという問題意識を持っていけば大方黒にできるだろう それだけの才覚をですね、またスタッフも持っている、こんなふうに思っております。問題はトップが赤を黒にするぞという強い意志を持って、ものによっては外部からの社長などのスカウトをですね、しなければならない問題もあると思いますが、一部はですね、現有スタッフでも可能だということでございます。もうつつは結果にいいて責任を持たない そういうことについて、なぜそういうふうになるかというと、もう文科省に代表されるように、いたずらに競争をあおるのはいかがなものかというですね、具体的に成果を見せない、実績を見せないようにしてしまうという方法が、えー、霞が関に全般的に蔓延しています。47都道府県の学力を見せない。 あるいは埼玉県全体の市町村別の学力を見せない見せれば一発でよくなります例えば対前年比だけでしか物事を見ない癖がありますしたがって埼玉県の治安がずっと悪くなっていることなんとなくしてても実際知らないとまず二ページから開けていただきますかどうぞ こっちの折れ線グラフは検挙率です。そして棒グラフが犯罪の認知件数ですが、平成16年をピークに、ずっと平成に入ってから増え続けの犯罪、同時並行して検挙率が下がる。理屈は簡単です。犯罪が多いので、パトロールをしてる暇がない。パトロールをしてる暇がないから抑止力がない。 ないから犯罪が増える犯罪が多いからパトロールができないしたがって検挙率がどんどん下がっていくという相関関係に基本的にありますこの犯罪を減らすための作戦を具体的に始めましたらこういう形で犯罪がどんどん減って現在は上半期ですけども18万件からあったものが9万件を思うけ 切切っってております50を切りままますすをした研究率は2倍以上に上にがっていますこれは全てを含めた犯罪ですがなぜそういうことが可能になったかというと警察官の増員をしたかったわけですが私に権限がありません総務大臣が全体の定数管理をしてますので私自身に権限がないのでこうなったらしょうがないということで定数をあ失礼しましたボランティアを 民間のボランティアを増やすしかないという発想に至りました。民間のボランティアを増やそうということで、次のページお願いします。平成16年4月、ちなみに私は15年の9月に就任です。515団体だったんですが、この2900の段階で東京都を抜いて1位になりまして、現在5800を超えております。 そして2位の東京都が3800ぐらいですので2000から引き離しております大方のところは23000ぐらいのところでございますこれは自主防犯グループを市町村にお願いをして検討すればジャンバー代や防止代こういったものをですね、えー、予算では多分2億円ぐらいだと思いますがそういうものを負担するという形で、えー、基本的に警察署ごとに 研修などを行いながら、防犯グループを作って、具体的に、え地域を回っていただくという形をとっております。このおかげで、いわゆる侵入犯が大幅に減りました。次お願いします。これは平成16年、当時、1万世帯で平均、県変化で 57.、57.5件ありました。黒が70件以上のところです。1万世帯で。 赤が50件以上、ピンク、まあ、紫でしょうか、30件以上、白が30件未満、この白のところはここは秩父エリアです、秩父郡市が白で、それ以外は全部、少なくとも30件以上、50件とか、こういったところが平均的なものでございました。それが民間の防犯ポタルを、 どんどん動かす過程の中で具体的にどんどん減って20年には26.4で半分近くにほぼ半分になりそして平成24年では3分の1以下になりましたほとんど秩父市ならびにその周りの町と同じレベルの収入犯になりましたこういう形で70%以上ですね減らしています、えー、埼玉県がまだあのー 犯罪半分しか減らしてないのは自転車泥棒だとかひったくりとかにまだ手が入ってないからでありますそれ以外の重要犯罪は大幅に減らしてますどうぞ次に次のページお願いしますこれは殺人強盗強姦放火略奪誘拐強制売設警察官以外の侵入犯をですね、えー、とか 警視庁の犯罪を民間パトロールでカバーしてですね、本職の警察官には、誰でも嫌です、殺されるのは、強盗も大嫌い、強姦も大嫌い、放火だって嫌です、誘拐だってとんでもないという話です、強制わいせだって気色の悪い話です。そういうことを断固取り締まろうと、検挙率を上げようということで、意識的に県警本部長にはお願いをしております。そうしますと、 こういういい形でどんどんん埼玉県は上がっていきましたちなみに埼玉県の警察官の数は対人口比で日本一少ないんです。全国平均が1人で500人ぐらいです。埼玉県は640人、私が侵入したときは740人ぐらいですに。対する大阪は3番目に警察官の数が多いんです。東京、京都、大阪という10万人に対してですね。で、一時的に少し上がりかかりましたが、良くなっておりません。 よくなんないんです。大半順位は変わらないんです。47都道府県。どの指標を見ても、ほとんど変わりません。こういうことを作ったりする人がいないんです。他県と比較をする10年トレンドで見る人がいないんです。対前年比でしか見ないから、2年おきに、あるいは1年おきに役職者が変わりますから、対岸の火事なんです。ものの意識としてですね。どうぞ。それを埼玉県は、 仮に役職を変わっててもも意識しているんでですすこれはもうアアイデア行政ホンダと包括協定を結んでおります、埼玉県にホンダの世界本社、そして研究所、さらにホンダのマザー工場がある関係もあって、ホンダのカーナビを使ってですね、ブレーキを踏む回数が多いところは当然危ないところだと。 そのブレーキを踏む場所を探してみようということで探したらやっぱりそれなりの理由があるとこういうふうにして見にくいところだったとしたがってこういうところをクリアにしたらブレーキを踏む回数が圧倒的に減って事故が減ったと急ブレーキを踏む回数が多いとなぜだと見えないところに横断歩道があるここに子どもたちが飛び出したりあるいは急に歩道に出てくる人たちがいる。 したがって、早い時間から要注意という数字を、文字を入れることで、意識をさせることで、この先にある横断歩道が見えないところから注意を促していくという、そういう対策を取るだけで、大幅にこの急ブレーキの総数が減ることができました。約7割減少させることができました。よりブレーキを踏むところだけをチェックしたという形であります。 160箇所やりりままししたた人身事故の数も2割ほど程度が減りました、えー、これは22年9月までの完成した145箇所ですのでこちらになるともう取って減ってるはずですがその同時データがございませんでしたのでこのままにしておりますどうぞこのようにアイデア一つで費用をかけずにですねこれは あのよく通学者の子どもたちにいろんな課題が出てまいりましたので同じようにカーナビを分析して歩道が無整備の通学路で安全かどうかそういうものにポイントを置いて速度制限の状況とかそういうものを見ながら速度が出やすいところには何らかの形でこういうグリーンベルトを引いたり ドットラインを引いて意識をさせていくという形で先ほどのある意味ではあの急ブレーキのカーナビと同じような移民を持っておりますがこうした子どもたちが通学路になるようなところに注意を促すという形で安全対策を行っていくただ何となく声の大きな県会議員さんの要望を受けて えー、改良していくとか、市町村の要望を受けて改良していくというか、あるいは順番にやっていこうということではなくて、重要度の高いところにポイントを絞って、成果、結果を出すという、それに絞っておりますお願いします。 生活保護の話題が大ききくなってきました一般論的言えばこの数年来平均所得が大体100万ぐらい下がっております生活保護の支給額が下がらないのでそれを下げるべきだという生活保護支給額の切り下げ論あるいは不正請求が多いしたがってきちっとした取締りをやれというこういうお話が 多い中で私たちはというよりもあの県の職員たちは本質に迫りましたこの生活保護をどうすればいいのかというと生活保護から脱却させることが一番大事なことなんだと何よりも生活保護の子どもたちの4分の1はまた生活保護になるというデータがあるとつまり マイナス負の連鎖がずっと起こっているということを食い止めるそれにはきちっと高校を卒業していただこうではないかと高校を卒業しないといろんな資格問題だとかそういうもので課題が出てくるともちろん基礎学力が足りないこともいろんな形で社会に出るところで、えー、バリアがかかってくるそういった部分を防ごうじゃないかと少なくとも 生活保護の子どもたちの世帯の進学率が10ポイントぐらい低いと平均から比べるとしたがって何らかの形でそれをやろうじゃないかということで教員 OB などと学生ボランティアを中心にして教師陣を作って特別老後養護老人ホームあるいは障害者施設などの 食堂もしくは集会室などをお借りして個別指導を中心に一種の学習塾みたいなことを始めましたそうすると高校の進学率が1年で平均に及ぶようになりましたこれではということでその数を増やしていこうということで現在どんどん数を増やしているところでございます もちろんこの増やす過程の中で教育支援要員をどんどん増やしていくあるいは教室を増やしていくどんどん17箇所から24箇所に増やしていくという形であるいはまたあの教室が駅から遠いとかという課題があるところもありましたので、まあ、できるだけ駅に近いようなそういう施設をです、ね、お借りするような形を取りながら 参加率を高めるような努力をしておりますがまさしくこれは本質を見る努力をしているところが一番のポイントですもちろんあの本体の給料が下がってんのに生活保護費を下げないのはいかがかなという議論もありますがまあ、給料を上げる方法はどうすればいいんだというところも考えなきゃいけないと思いますし 不正請求は当然、シャットアウトしなくちゃいけないと思いますが、それよりももっと大事なのは、まさにこの本質は、負の連鎖を作らないと。生活保護から脱却させるにはどうすればいいのかというところに、ポイントを絞ったところで、私は、この優れた着想が埼玉県の職員の中にあったと思っておるところです。本質を見る努力と結果を出す努力、これが重なったのが、 まさに埼玉県のこの生活保護の世帯の子どもへの教育支援という、新しい、全く新しい事業です。子どもたちまで目線がいかなかった、生活保護の大人ばっかり見てたと、ここにですね、あの一種の新しさと切り口の良さがあると思っています続きますす続き次お願いいたします。 私はちょうど金融国会の時代の国会議員でしたのであの金融の仕組みについて若干知る機会が多くありましたのでえ勉強しておりましたあの担保と保証人があれば銀行はリスクをヘッジできるという考え方が基本的にありますが私は必ずしもそう思っておりませんえバカ息子に1億円お金を貸すことが 親が保証人になり土地の1億円の担保をですね抑えて、バカ息子に1億貸すことがですね銀行のリスクをッジしたことにはならないという考え方を持っていますなぜならこの1億円の事業資金を使ってこのバカ息子はあちこちに迷惑かけてですね本来、銀行のお客になるような人たちを食い散らかしますからしたがって銀行のお客を減らします。 結果的には銀行は瞬間的に担保を確保し、保証人を確保してリスクヘッジができたような気分になってますが、全体としてはなってないという考え方を持っております。それよりも銀行の本来の仕事であるという貸し出しをたくさんしてお金を儲けることだと思っておりますので、それには県の制度優秀に関してだけはですね、 無担保無保証人担保なし第三者連帯保証人なしの割合を限なくゼロに近づけようという、まあ、100%なしにしようということを意識しました、えー、就任当時はこういう状況だったわけですが今や90前後になっておりますその結果金融機関はですねこの県の制度融資の改革を中心にそれに刺激を受けながら 埼玉県はですね、全国で2番目に銀行の貸し出し残高が多い状況が作られてきました、これが同時に埼玉県の経済を活況化させる原因にもなっております大阪の経済が弱いのは当たり前です、この間に8兆6千億もマイナスになってます、この10年でですね。しがって お金を貸す元気もなければ、借りる元気もないという、それは経済の状況もそうでありますけれども、制度的な枠組みも私は原因があると思っています。埼玉県の実力は全国で5番目です、GDP も人口もですね、あるいは事業所の数も、したがって5番目ぐらいにいて、別に不思議でありませんが、そうではない、そういったところにも、やはり地域、地銀の強いところだとか、そういったところも影響があります。 地銀がが結構強いところが上位にありますメガバンクがなかなか貸さないしかし親金値で実用が足りない地銀が強いようなところが比較的上位にあるところを見るとそういったところも原因があると思いますがしかし県の制度融資の改革というのがいわば引き金になったことだけは事実だと思っておりますしたがってこうした結果をもたらしている事実があるということであります 私は、えっと、12ページから開けてくれますか、この前、次に行ってください。その次に、こういうグラフを作るのが大好きなんです。自分の位置がどこにあるかというのを見るのが好きなんです。これは高校の中退率です。高校の中退者というのは、大体こういうふうに考えていいと思います。元気のいい人は暴力団の予備軍になりやすい。 元気のない人はニート・フリーターになりやすいさらに精神的にさまざまな病を抱えている人は引きこもりなどになりやすいいずれにしても障害賃金で高校卒業生の場合は4億1000万稼げるはずなんですがこの4億1000万ほとんど稼がないから税金にも税金あるいは社会保険料等をですね 国家に納めることもできない逆にこの4億程度生涯にわたって国家からさまざまな形で受給を受ける形になりますので往復で4億ぐらいこの人たちにお金がかかるそんなこところまで考えている教育者がいるだろうかと私は思っています中学校の不登校から考えていけばなお不登校の人は中退になりやすいですから 中学の不登校を減らす努力もしていますが、今回、資料に入れてなかったような気がしますが、えー、埼玉県は平成18年にこのことを私は捉えました。中学生の不登校はどうなっているか、あの中学生は県の主観ではありませんが、それでも気になりましたので、若干手を入れました。その時は埼玉県はワースト8、現在はベスト8になっています。中学生の不登校の出現率がですね。 同じように高校生の,この中退率を減らす努力をいたしました。現在、このような状況で進んでおります。もうちょっと良くなっております。なぜこういうことが可能になったかというのは簡単であります。私は学校というところは勉強するところですが、勉強のできない人がたくさん入っています。埼玉県立160校のうちの20校は困難校です。ほとんど 中学3年間のものをマスターしていません。小学校6年だって危ないぐらいです。そういう人たちに学校で勉強しろと言ってもなかなか難しい世界です。従って違う価値を早く学んでいただこうという形で元に戻していただけますか。世の中には価値がいろんな価値があると。学んで学業成績を上げるだけが価値ではない。一郎選手だっているじゃないかと。 素晴らしいシェフだっているじゃないか。いろんなこの価値があるじゃないかということを、就労体験で学ぶ。例えば少しぐらい大変失礼ですが、ひねたお姉ちゃんでもですね、福祉施設やあるいは保育所などで働くお手伝いをすると、大変したられます。お姉ちゃんありがとう。お姉ちゃんと言って子供たちが寄ってきます。 もう,こう人から寄られたことがない無視されてもですねそういう女の子たちは自分を発見します自分は何をなすべきかということで意外に保育所に行った女の子たちは保育士になりたいというふうなことを言う人が多くなります幼稚園に行った人は幼稚園の教諭になりたいという人が多くなります、えー、男のたちもやっぱりスタートから怒られます 8時半に来いと言って8時半ぴったりに来たら馬鹿者と世の中は15分前に来るんだとそれが常識なんだとそれを教えていただきますでそのうち1週間終わる頃にはまあよくやってくれたとまあしかしやっぱりサインコサイン単然とは分かんなくてもいいけどよと100割4割ってった時パッと25が出てほしいねって ここういういとをやっぱり教えてくれますまた漢字は読めたがいいねと書けなくても読めた方がいいねとそうすると書けなくても読める程度にはなろうぞというそういう気分が出てきますのでいくらか学業にも戻りが出てまいりますあるいは社会貢献事業などをやって何らかの形でこの感謝をされるような経験をすると人間が変わっていく場合がありますここういういとをやって 次のページにお願いいたしますこうしたフレッシュ高校生社会体験活動プログラムこれはあのロータリーやライオンズの皆さんと連携してメンバーの皆さんの会社や事業所に引き受けをやっておりますが継続してきたあの4校の成果ですが16面では200名の中退者がいたところが 名になるあるいは中退率が10.5%だったのが6.3%になるというような形で中退率が全県的に、まあ、最もあの特別な20校ぐらいがほとんど足を引っ張っておりましてそこが下がればどんどん下がっていくという状態であります全国的にも下がっているわけですけど埼玉県の下がり方の方が大きいというそういう状況ができていますどうぞ 多分今の大阪なんかは大阪市の教育委員会こういう表を持ってないと思います持ってないからわからないんですだからよくする方法を見出しきれないんですガイダンスだとかいろんなマニュアルとか研究報告書は山ほど作ってるんですけどそれが役に立ってないと思いますどうぞ緑と川の再生を掲げて埼玉県政は一つやって おりますこれまでもそういうことをやっておったんですが具体的にいろんなことをやりながらも実は1975年をピークにピークというか大点にすると2005年つまり2005年から30年前を見ると6514ヘクタールちょうどこれは山手線の内側の面積になります。山手線の内側の緑が全部なくなったという状態です。 埼玉県では比較的大きな市であります東松山市とか川口市の面積がそっくり緑がなくなった状態になりますそういう面積をここに引き戻そうと8年で引き戻すプロジェクトを現在展開しておるところですこの8年で引き戻そうという30年で失ったものを8年で引き戻そうという形で具体的には自動車税の えー、例えば、クラウンとかそういう 2000cc のクラムが、車があれば、3万9500円、県に自動車税を払っていただいているわけですが、そのうちの500円分を、一旦基金に入れて、事実上の目的税にしてしまえと、その部分だけをですね、そういう、まあ、森林税とかで住民税に上乗せをするような形の対策をするところが多いんですが、埼玉県は増税をしないで、 ま自動車が吐き出す排ガスを緑を植えて吸い込んじゃえというそういう考え方に立って現在、えー、順調に進んでおります8年分で取り戻す分の5年分がうまくできているという状態また山林山の整備だけではなくて、えー、学校などの園庭を芝生化したりして面として都市部の面を増やしたりもしております それから何よりも、えー、各団体例えば埼玉県では名門校で浦和高校とか熊谷高校とか川越高校というのがありますがそれぞれの同窓会で山を飼っていただいて植林をしていただいております管理は地元の,の森林組合だとか地元の町だとかが管理したりしておりますけどもいずれにしても 八王子の森だとかキャノン電子の森だとかですねいろいろトラック協会の森だとかさまざまな形で県民の各種団体が延べ292団体いろんな形で森を作っていただいておりますこの面積も270ヘクタールその手の類が東京やら千葉なんかでは40ヘクタールぐらいですから桁外れに埼玉県が圧倒的にですね こうした緑の森を作っていこうというです、ね、機運がこういう形の中で生まれてきているところです。まさに具体的に成果を出すという形をとっております。これまでは何となく緑を増やそうと言っているだけで具体的にいつまでに何をどう増やすということについてやったことがなかったということであります。続きますどうぞ 同じように、えー、リバー,ーフェニックス作戦とかいろいろなんかそういうかっこいい名前をつけてですね川の再生のための企画やあの予算付けプログラムがあったわけですが徹底してやったことはないと徹底してやろうということで川の再生100プラン100箇所やろうということでそのうち、えー、5箇所だけは えー、ビフォーアフターですぐ見えるようにということで5箇所だけ選んで一気に2年間でやりましたこれはヘドロです基本的にここが全部ヘドロですヘドロの上に草がついているという状態でしたこのヘドロを春節してヘドロを春節しましたそしてその上に、えー、砂だとかそういうのをのせてですね、えー、一旦やり直しをしました この辺りで一旦ポンプアップをして浄化した水をここに落としてこの中でさらにプランクトンやらあの炭素繊維やいろんなものを入れたところでさらに浄化して流していくというような仕組みでこの芝川というところをこの辺りの住宅は全部窓を閉めてたんですけど今はあの窓を閉めなくても済むようにきれいな川になってこれは海にも続いてますのでボラとかが遡上するようになってきました。 ここは東右衛門川というところでさいたま市と川口市なんですが事実上のもうやぶになっておりましたがこれは、えー、こういう形で小川のせせらぎに変えましたでポンプアップして、えー、導水しております、えー、近くのきれいな川から、まあ、きれいな川といっても限度がありますけどもあの水を導水して流しています。 したがってこの住宅とこの小川が一体化しておりますのでこっち側の方にも住宅があったりしますので事実上庭先の小川という形になったりしております。こういう形でビフォーアフターを5箇所作って川の美化運動や環境運動をやってる人たちを全部集めて見学会もやってやればできるんだという形で4年間で100か所。 きれいにする運動を行って現在は川の丸ごと再生プロジェクトという形で上流から下流まで一本の線できれいにしようということで市町村と一緒に4年間で17の川をやることにして農業用水も含めてやるようにしているところですこれも具体的に何年かかってもやってんのかやってないのか分かんないようなことでなくて明らかにビフォーアフターがわかるような形で 展開すするというのののがまさに今の埼玉県のやり方ですどうぞこれも、えー、実は直近の課題の中で、えー、財団などが行っている奨学金事業などで、えー、近隣の低下によって毎年10人遅れてたものが2人しか遅れないとかですね 4人奨学金で海外に送ってたものが1人しか送れないとかですねそういう事態が送っておりますし自治体などでも派遣事業を行ってたんですが財政が厳しい中でそういう小学生を送るようなことができなくなったようなそういう財政事情が起こっておりましたのでまあ逆に思い切って埼玉県は桁外れの奨学金を用意してあげようという形でこれは10年間ああごめんなさい6年間の使い切りですけど 10億円を用意して、まあ、この間に寄付も入れますけどということで寄付も入ってますけども使い切ってどんどん出しちゃおうということでこの10億円というのはちなみに1年間分の文部省の小学生の資金です。です 1> の1年間分です。いずれにしても埼玉県が6年間使い切るというのも基金で10億円用意してそのお金でどんどん今平均すれば270人ぐらいの学生を 送っております今年も274人、えー、小学生を派遣しているところですがとにかくたくさんの学生を送りましょうとそして送るだけではなくて時々帰ってきた時もしっかりこのつば、まあ、をつけるというのもおかしいんですが県の税金を使っておりますのでできるだけ、えー、グローバルリーダーになってもらうための研修も 県内ででやっていいただこうというと形で国際機関や企業の実務課などの講義でいろいろ勉強していただくそれから埼玉にもグローバル企業がたくさんありますよという形で,です、ね、名前こそ通っていなくてもいろいろありますよという形で学生がと参加企業とこうしてマッチングをやったりそれからあの場合によってはインターンシップなどをやっております。カルスこれは日産系 トヨタでいうとこの伝送でありますけどもえこういったえグローバル企業にですねあるいはキャノン電子だとかこういったところにですねえーインターンシップで参加していただく形の中でまあできれば結びつけてこういう企業に就職してもらえれば埼玉県の税金を使った形で小学生になってなおかつ埼玉県の企業に入っていただいて活躍してっていうようなことがもちろん 絶対埼玉県ということをこだわっているわけではありませんが、他県からも小学生として来ておりますし、またどこの会社に入っても構わないんですが、できれば埼玉県の奨学金を使ってです、ね、頑張ってもらいたいというふうに思っておりますので、できればまた埼玉の企業に戻ってもらいたいという気もあります。ここううううういいい形形形ででで同じややるんだっったらこういう形でドンとちゃえという形で桁外れの金額を用意して 桁外れの人数を派遣して実態的に中身のある仕掛けにしているところでございます。これも結果成果を重視する埼玉県の行政の一パターンです。どうぞ。あ、で今まで若干あの各分野ごとに代表的な事例であの突出した あの事例と成果を見せさせていただいたところですがご承知のとおり東日本大震災でスーパーアリーナにいきなり双葉町が1万2千人あ、あ人失礼しました1200人2千人来たいという要望がありました多分コミュニティを壊したくないんだなというような思いがあったんではなかろうかということで 早速ちょうど県立高校の再編統合をやっておりましたのでその県立高校で受け入れを最終的に決めてさまざまな条件を対応するようにこの旧記載高校へ移転をしていただきました。 どうぞで木西高校では地元の主婦の方々などに掃除の手伝いをしていただいたりさまざまな準備をして3月3 0日、31日に1260人をバスで移動してその後も役場機能を木西高校に移転されて最大1423人を受け入れております。 現在残務処理基本的には、えー、福島県いわき市に役場を移しました、えー、残った方々をきちっと支援するような形ですが今98人、えー、残っております、えー、それぞれ県営住宅や民間の借り上げ住宅等の転居を今進めているところです、まあ、今後はできるだけ残った人たちのコミュニティの維持や健康づくり相談業務なんかをやっていきたい 行きたいというふうに思っております。えー、避難所の支援では、もう本当にあのー、基本的に、えー、何でもできるような体制をやってまいりました。これもやっぱり役場機能があったのでそういうことが可能だったというふうに思っております。えー、これはまさにあの特筆する的な状況だったのかなと思っています。はい、どうぞ。 先ほどあの若干金融支援のところであの埼玉県のお金の金融機関の貸し出し残高の増加量の話もしておりましたがそれは企業誘致なんかともやっぱり絡んできておりますこの10年間での本社の転入超過数転入と転出がありますが えー、純増が1,320社でこういう状態で全国一位が埼玉県ということになっております。まああの県央道の完成だとかそういった状況の中でロケーションが優れていることとかもありますし、まあ東京の地価が高いんで、えー、厳しくなってきたあの企業などで、えー、埼玉に本社を求める方々もおられますが。 企業一の方も非常に活気を帯びておりましてホンダのより工場これが世界のマザー工場になるわけですが江崎グリコこれは関西からキッコーマン野田の方からこういう形で相当四国が9205億円で新規雇用が2万1000人を超える形で、えー、平成17年1月から 企業誘致の作戦を展開して現在までの成果が出ておりますちなみに経産省の統計では毎年5位前後でございます経産省の測り方ではですね企業誘致工場立地と言っております経産省では工場立地と言っておりますが工場の立地件数が埼玉県は毎年大体5番目ぐらいですただしこの 平成17年以前は13位から16位のところが多かったです。やっぱり意識して取り組んだら一気に5位まで上がって、大体いいその5位前後です、えー。上がりもしないし下がりもしないという状態です。そういう状況になってきております。これも成果を求める行政がもたらしたものだというふうに思っています。今 通称産業政策の地方文とということを訴えております、えー、従来は産業支援という言葉に代表されるようにあくまで雇用を起こしだとか産業政策は国のものでそれを支援するのが自治体だということで抑えておったところですけども私たちはなんとなく支援という言葉が好きでした。 ななんとなくそういういいものにままっていました、まあ、創業ベンチャー支援センター埼玉というのを作って創業の皆さんをどんどん支援してえ関東経済局に合わせると関がやってるこの手のやつでは日本一だということでお褒めをいただいたこともありますがいずれにしてもなんとなく支援という言葉を使っておりました農業支援商業支援とかという形で。 そうじゃないんじゃないかとこの頃思ってきておりましてえやっぱりむしろ産業を育成するそういう形とかあの次世代の人材を育成するとかあるいは場合によっては海外進出も含めて頑張ってもいいんじゃないかというふうに最近で思ってきておりましてすでに海外支援拠点の運営を行っております。上海やベトナム などに拠点を作ったりりしております現地政府との関係も強化してベトナムでは計画投資省の大臣との協定書タイ工業省との協定書などを締結したりして政府がきちっと県内企業の支援体制を作るという形も取ったりしております。また えー、現地日系企業とのネットワーク作り、埼玉県の同窓会を現地で作ったりしております、上海、ベトナム、あるいはタイでですね、そういう形を取って、それぞれの交流を通じて、さらにまた埼玉に跳ね返ってくるような形を取ったりししておりますす最近ではあのこううた動きもするようにしております。 国が一元的にするのではなくて可能性のあるところから埼玉県もしっかりやっていこうというそういう取り組みをやっているところでもございます、えー、以上でございますちょっと長くなりましたすみません、はい、どうもありがとうございましたあの今のご説明を聞いていると非常に埼玉県きめ細かい対策をそれぞれ個別的に取っていて 成功している部分がですね、改めて認識されたわけですけれども、時間の関係で私の方から最初に質問をさせていただきたいと思いますけれどこれだけのことをきめ細かくしてきたということは、それなりの,その予算といいますか、そういうものも十分裏付けがあってのことだと思いますけれどあの一つはその市町村の立場からの協力。 それから県議会の方からの,その認識、了解度というものが、お互いうまくいかないと、なかなかこの提案自体が実行に移されないと思うんですけど、その辺で、何かご苦労されたこと、あるいはこうすると市町村ネットワーク、議会との関係がうまくいったというようなことがあれば、お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい あのまあ、市町村とは、市長会、町村会を通じての正式なルートがありますが、まあ、従来は質問する側も事前に出して、回答する側もメモを読むというような、そういうやり方でやってましたので、それではもう意味がないということで、ぶつけ本番とすべて、えー、そういう形で、えー、ぶつけ本番でもできる知事と、うん、何でも対応できますと。 いう信頼関係をです、ね、圧倒的にあのリーダーシップが取れるという形をです、ね、見て、えー、いただくことによって今度は市町村の首長さんたちも基本的に生でさまざまな協力要請もすることができるようになるとなんか事前に細かい打ち合わせがしてて形式上最後に反応すすだけというような 首長同士がです、ね、そういうことではもうなくなってきておりますのであと時々あの時々というよりもしばしば私も市町村回りをして現場を見たりいたりしておりますのでそういう中での信頼関係ができていて、ねまあ、203040にですね首長の皆さんたちとは信頼関係をつくって、えー、現場力が例えば埼玉県の職員は 1>, 1万人に対して今、11人しかおりません、1万人に対して、全国平均は24人ぐらいです、多いところ51人ぐらいいます、一般的に市町村の職員は、1万人に対して80人から100人いますので、やっぱり市町村の皆さんたちが、やっぱりしっかり動いて現場を把握していただくというのが、一番望ましいと思ってますのであの、市町村の皆さんたちが働きやすいような環境づくりを、県の方で、 この下支えをさせていただくという、そういう形が取れれば、市町村側はうまくいくというふうに思っていますあの県議会の方はですね、これもやっぱり、あの従来は知事には1問だけ形式上質問して、あとは部長さんたちに質問するというようなやり方だったんですが、どうも上田さんは何でも答えられるぞということが分かったみたいで。 全部私に聞いちゃうんですねで全部答えちゃいますんでそういう中で信頼関係が逆にできるっていうんでしょうか、まあ、生で答えておりますので、あのー、まさにもうその場その場で即、えー、決で答えてますから駄目なものはダメだしいいものはいいという形で、あのー、やってますので結果的にはあのー。 もちろんそれ以前にも職員の方で内容の説明だとかいろいろしてはいるんでしょうけども最終的にやっぱりこいつだったら間違いがないとみんながやっぱり思うしかないんじゃないでしょうかそれとやっぱり何て言うんでしょうか私はこう上田三原則というのを昔から持ってましてですね礼儀正しくすると。 も,う廊下も含めてですね礼儀を正しくすると議論をオープンにさせてもらうと無礼比例があれば今流行りの倍返しなんかは倍は返しませんけどお返しはするとそういう,こう考え方を持っておりまして無礼比例があればいつかやっぱりばしっと返してあげますとそういう考え方でやってますので礼儀の部分ではあの丁寧にやってますので その分なんかが結構いいのかなというふうに自分では思っておりますありがとうございました、まあ、いずれにしてもその生の議論といいますか、常に真剣勝負でいるということが姿勢として伺いましたけれども、もう1点ほど、昨日の台風、はい、あの突風ですね、はいえー、最近、熊谷とか、はいはい、埼玉県にも多いわけですけどそれと、 あの東日本大震災のときの,の避難住民をあれだけ受け入れたということで、今後のですねえ防災対策、あるいはその温暖化によってずいぶん日本の気象条件も変わってきていて、さまざまなこう予想されるような被害に対して、東日本大震災の件も引き続き教訓として得たもの、それから今の気象、異常気象といいますか。 台風等の突風竜巻についてですね何か新しい発想といいますか、今後こうしていきたいというような学んだ点も含めて、おありでしたら、ぜひ発展的なご意見をお聞かせください、はい、まずあの東日本大震災の時に、正直なところこ、優れた対応ができたというふうには思わなかったですね、やっぱり初めてのこともあり、ですねあのむしろ計画停電の、 対応に追われた電話構成に追われちゃってですねそれ以上に重要なことがなかなかできなかったようなところも多々ありました、えー、ただあの被災地での受け入れ体制はですね比較的あのずっとこう予想してその予想通りにですね物事が進むような状態でしたので準備は非常にうまくできました。それからあの 単独で防災計画を立てておったところだったんですが直近における一都直下型地震だとかですねあの南海トラフの予想被害状況とかを見るとですね結果的に埼玉は比較的被害が少ない状況であります、うん、一番危険物の,あのガスタンクや石油タンクなんかのですね 全部で埼玉県内に7つぐらいしかなくてですね千葉や神奈川とかには1000という単位であったりしてですね東京にも何百という単位であったりしてですね非常にリスクが少ないということが分かってましてそれから埼玉の地上の問題からしてもですね結局支援というんでしょうか自分たちをさっと片付けてですね あの東京からの難民なんかをですねどれだけ救えるかとかどれだけ例えば県央道に集積した物資をですねうまく分けながらこの都内にどれだけ運べるかとかですねあるいはさまざまなあの避難所にどれだけうまくこう配分ができるかとかですね 結局首都圏のバックアップ機能みたいなのをですねどれだけ果たせるかっていうところも課題になってきておりますので今その研究を加えているところですそれからあのもう一つは今お話になったように地球の生態系っていうんでしょうか。今回も あの海面の温度が27度から30度ぐらい日本の近海のです、ね、温度が上がっているとで秋口になって地表が冷えても水の温度というのはあの地表よりも温まるのも時間かかるんですけど冷めるのも冷めにくいということでいつまでも海,海水面の温度がです、ね、地上に影響を与えているので。 暑いんですねそれであの秋口になれば当然あの低い温度の低いものがあのシベリアの方から運ばれてくるとその温度差で積、うん、乱雲が生じて突風竜巻が多くなるという説が、えー、基本的にはそれが正しい説だと思っておりますがそういう状況が 私はあの去年おととしのアメリカのハリケーンなんかが連続してきた時に報道番組で日本も10年後にはそんなふうになると言われたのが気になってたんですがなんかもう起こり始めてるのかなと10年後ではなくてもう現実のものになったのかなということですからこれはやっぱり気象庁をはじめ、えー、物理関係のですね あの地質学者だとかそういう,こう地球学者みたいな人たちが集まってそこを毎回研究していただいてですねえ確率論を出していただいてで埼玉の中でも先般の越谷、松伏それから今回の熊谷いずれもですね地下水脈の多いところなんです。 温度が上がってくるとそれが蒸発してさらに温度が高くなってくるところなんですつまり暑いところなんですね地表が熊谷は日本一暑い時代がありましたし越谷も暑いところなんですねでどうも偶然でもなさそうな気がいたしますのでそういう確率論が出てくればですね今後住宅の建て方とかですねそれから これまでは地震対策で耐震改修が中心になって筋貝を中心とした耐震改修をやってきたわけですねあるいはあの家屋があの揺れても家具が点灯しないようにとまずは死なないことというそういうプラスですねあのトップ竜巻対策みたいな改修の仕方とか家の建て方っていうんでしょうか そこまでこう考えなくちゃいけないようなことになってこざるをえないんでそこはやっぱり確率論をあのこれがあのたまたまあの20年に1回とか30年に1回の話なのかそれとも今後起こりうる可能性がどんどん高くなっていくのかですねそういったのもやっぱり学際的に研究していただいて答えを出さないとこれは埼玉だけの問題ではなくて 地表の厚いところと海に比較的こう川とかを通じてですねこの海の温度がそのまま伝わってくるところ熊谷っていうのは利根川とこを荒川に挟まれててそのままの東京湾の海のあれも来るんですね、うん、そういうのもあるんでなんかそういうのもですねやっぱり考えていかなちゃいけないのかなというふうに今ちょっとバクッとして思っているところですので。 これはぜひあの埼玉県からも内閣府の防災担当の方に問題提起をしなくちゃいけないとは思っております。わかりました。ありがとうございました。それではあの会場から質問を受けたいと思います。はいどうぞ。 あの毎日新聞の倉ラと申します。あのユニークな取り組みの数々紹介いただいたありがとうございました。あの一つはですね、あの先ほどおっしゃったトップがね、えー、意識と問題意識問題意識と意識を持っていれば職員がついてくるというおっ,おっしゃる話だったんですよね。その先ほどまあそのボーナスとか結果が変わらなくてもねお金が変わらないといろいろありましたけれどもどうやってね職員職員をですね。 そういう形でついてこさせているのか職員に言うことを聞かせているのか仕事をさせているのかねそれは人事面で何かその賞罰を与えるとかそういうことでやっているのかその,あのやり方についてまず一点お聞きします。それから2点目はですね あの基本的にはいいお話ばかり聞いたんですけどね、上田知事から見て失敗例はあったのか、なかったのか、はい、あるいは今後なんか足りないところでね、今後こうしていこうということはあるのかどうか、で3点目でですね、池田知事あ上田知事はもともとね、民主党から出られた、ね、知事だったんですけども、あの同じ民主党からですね今度あの、国でね、政権を取った。 民主党は結果的に失敗したと言われてますけれども、上田知事の、ね、成功例から見て、その分かれ目ですね、岐路はどこにあったかなかったのか、その分析される点があったら一つと、今の民主党に対して何か助言があれば、一つお願いいたします。はいあの職員の件で言えばことごとごく 職員のモラルが低下下すすることばっっかりやってますね雨下りは廃止しましたしたがっていいポストがなくなりました副知事などはだいたい埼玉高速鉄道の社長になるとかですねそういうコースとかがあったんですがそういうの全部外しました事業的なものは全部民間人ということにしてしまいましたので管理的なものはまだあの県庁の現役を派遣しようということで やってましたけどこれも意外に管理的な面も含めてもですね民間人がやっぱり優れている部分がありまして100万とか200万しか儲けなかったあの管理部門のところに民間人を入れたらいきなり5000万儲かりましたのでやっぱりちょっと違うなという感じがしていますしそれから一連の行政改革の中でですねあの人事院の勧告も含めて給料は下がるばっかり。 ボーナスも支給額が減るばかりとあんまりいいことはない多少少しずつみんなから減らしてですね、えー、いい人たちに加算するような金額ですがそれがこう何て言うんでしょうか何らかの形でインセンティブになる程度のものではない気持ちいいっていう感じであのお母ちゃんのバック代ぐらいっていう感じでですね そんなにボーナスとかそういうもので大きく響くものではない、ただ、今まで考えてないことをやってるんですね、えー、対前年比で見てたし、なんかの改革といえば、5年で10%増とか5%増とか、だから私が500団体の民間パトロールを1万団体にしようじゃないかといったら目を白黒してるんですね、従前だったら600に走ることしか考えないんですね、500を。 5年間で600にしましょうというアイデアしか出てこないんです。基本的に5年間で2%ずつ増やしていく、2%ずつ減らしていく、そういう考え方しかなかったんです。ところが、例えば、じゃあ30年間で6500ヘクタール減るんだったら、よしと、仮に俺の任期があと8年だとすると、8年間で片付けちゃおうと。 8年間で片付けるにはどのくらいのお金がいるんだということを試算させると、このくらいのお金がいりますと。じゃあ、このお金は増税でやるか、あるいは他に方法があればということで求めると、自動車税でやったらどうでしょうかと。ワンコインというのは分かりやすいですよと。で、年間でこれで14億になります。で、14億あれば確実に8年間で 6500ヘクタール作れますとそれはもう大きな目標8年間で取り戻す方法がないかという提案を私がすると8年間で6500メートルの緑を作る費用がどのくらいかかるかということを計算するじゃあその財源をどうするかと当然長期的な話ですから福祉や医療の話だったら今すぐの話ですからお金はすぐ投入できますが 中長期的な話っていうのはなかなかお金を投資したくないんですね。というのはすぐ後になっちゃうんですね。あの、この予算の中では。だから、特定財源的な性格にしなくちゃいけないということで、それを確保するとかですね。そういうアイデアが生かされたというところで喜びにする。結果をずっと出してきてるということを喜びにすると。他のところは違うじゃないかと。 あと、スピーディーにやるんで感謝されるんですね。役所っていうのは、さっとやらないもんだと思ってるんですよね。なんか、あの、提案があれば、さっとやっちゃうと。で、お礼の手紙なんか結構、苦情の手紙もありますが、最近はどうしかって言お礼の手紙の方が私には多いんですね、苦情よりも。それは皆さんがさっとやるからなんですね。さっとやらないもんだとみんな思ってるんですね。 役所というのは、もう頼んだって1ヶ月も2ヶ月も棚の上にあげておくもんだと思ってるんですけど、原則私は2日以内にやれと言ってますので、2日以内に回答は全てできると思ってます。例えば1ヶ月かかるという回答を2日以内に出せとかですね。ものによっては1ヶ月かかるけども、しかし2日以内に回答は出せるはずだと。そういう、こう、ことをやれば喜ばれるんで、 喜ばれていること自体がインセンティブになっている可能性は高いと思っています。あと、いろいろ探したらどうだろうかと、で探したら今みたいなやつがあのなかなかすギョいぞという話で、えー、ピックアップしてもらったんです、今回はあの自分の哲学の体系からいろんな施策が出てきたというよりも、比較的全国で通用できるし、すぐ真似ができるぞ、この程度はと。 でなおかつお金もそんなにかからずに成功した事例だぞということだけピックアップしてごらんということでピックアップしたらこういう事例が事務方でピックアップしてもらったんですね結構やってるなという感じが私からしても思えますのであの、まあ、失敗事例で言えばいっぱいありますそれはあのその都度気づきますので後で一番最初に 準備して知事になったわけでもないもんで、成り行き上なったっていう感じですから、そこからスタートしてますので、例えば中学生の不登校なんか18年度からやってますから、私は15年の9月に就任したんだったら9月からやればいいわけですけども、18年度からやってます、中学生の不登校は。でもこれも不思議です。順位はほとんど変わりません。47都道府県。埼玉県だけが、 ワースト8位からワースト39位まで、つまり4方から10番目になっていると、ほとんど変わってないです、1、2位の誤差は出ても、ですねそのほど変わらないです、つまり有効な手をやることに関して、ですね皆さんが気をかけていないと、もう山ほど作ってたんです、私が就任する前、この中学生の不登校対策なんか、資料を、軽トライいっぱい分ぐらい作ったんじゃないでしょうか。 私はたった1枚の紙を作っただけです。こういう紙を作っただけです。ここに47都道府県の順位、埼玉県の63市町村の順位、100人のうち何人出てくるかと、不登校が、中学生の、それをまた地図に落として、色合いもつけて、これを中学校、あ、ごめんなさい。 市町村の教育委員長と教育所のところに配ってこいと。これをやっただけです。そしたら、一番多いところは7.6とか5.7は半減しました、翌年。さすがに、自分のところで何人出てるかも知らないんです。実は神奈川県で、が最低で6年連続ワースト1なんです。県で言うと。 4年目の時に私は松田さんに言いました友達ですから「おいまっちゃん知っとるか?」と「お前んとこひでえぞ」と「ええー、っ?と」俺は知らねえだろとでも彼が在任中にはワーストワンからよくなったことはありません黒岩さんになって一つ上がりましたその程度なんです16年も橋本大二郎知事もやってたけど高知県がずっとワーストワンでしたこの間見たことないんじゃないでしょうか 教育長も見たことない、自分の位置を誰も知らないと、もう罪ですね、自分の位置を知らないというのは、本当教えてあげればいいんですけどね、文科省が都道府県別に学力テストと同じように、あの学力テストで分かったんです、秋田県は自殺日本一で、なかなかいい気持ちしなかったんですが、学力日本一っていうのが分かってですね、秋田県は元気が出たんです、ガッと。沖縄県が最低だということで、沖縄県の人は研修に行ったんです。 大阪下から2番目で橋本さんが怒ってクソ委員会とかって言っちゃったわけです。インんであれで。クソ教育委員会でしょう。その下から2番目で教員の数なんか日本で2、3番目に多いでしょうし、対人口比で、予算だって対人口比で2、3番目に使ってるでしょうし、それで成績が下から2番目じゃ、クソ委員会以外何者でもないと。多分良よくなると思います。事実が分かってくるんで。ただ、それでも把握してないと思ってます。 実際、個々の事実をですね、私はやっぱり、個々の事実を把握して、競争し始めればよくなってくると思います、それから民主党の場合は、なぜ失敗かというとですね、なんていうんでしょうか、政治主導ということのことにとらわれすぎとですね、それから野党だったためにですね、 あの精査をしてもらえなかった例えば私2期目からですね気の利いた人たちに自分のマニフェストを見てもらってるんです1期目の時だって県会議員や元県会議員とかに見てもらったんです整合性があるかどうかそれがされてなかったんです例えばヤンマダム中止 中止の検討だだが正確な表現だったと思い得ます中止はできないんです、政府で。なぜならば、一都五県の知事の了承と議会の了承なしにできないんです。6割は我々がお金を出してるんです。できっこもないのに、いきなり中止で書いてるんです。あれは、もし与党政府であったならば、必ず政調会が政府の気の利いた人たちに見てもらってるはずです。 そうするとと会長と申し訳ありませんがこれ注射はできませんよと中止の検討だったら問題ないですよとそういうチェックが全部効かなかったことですあの対抗を作る段階でですね政策対抗を作る段階でチェックができなかったことですでそれをとらわれすぎだからパーッと政権に取った瞬間にレビューしてもらえばよかったんですね。 あの政府の木の木人た人ちにそこで申し訳ないといろいろ検討した結果ヤンバダムは中止の検討これはあの申し訳ないと数字の誤りがあったとかそういうことを全部そこで発表して野党だったんだからしょうがないですから騙ますつもりは全くなかったとしかし精査したらそうだったということで切り替えるこができたでしょうしそうすることで多分 役所からの信頼をバーンとと取れたと思いますそれを政治主導だって言って一切今日声聞かねえとそれぞれがこうして前原さんも長妻さんも「マニフェスト」っ,って見せて「これに文句があるか?」って言ってなんか水戸黄門の犬みたいにしてこう職員の前で見せちゃうとここに書いてあると言ってですね「あれやられちゃだってもう間違ってるじゃないですか」と言いたいのに言えなくなっちゃうじゃないですか。 もうそこからずっとこう役者の皆さんの心が離れていったというふうに思いますし空回りし始めたんじゃないかなと思います私もいくつかやっぱり出てき出自分で出したものの中に完全に私が勘違いしたようなものもあって指摘も受けましたあの議会でも指摘を受けたしだからもうそれは素直に謝るしかなかったですね2箇所ほどありましたできないことを約束してたり それでなんとかなるんじゃないかなと思いますよろしいですか、えー、それではどうぞ先ほどの方理解の八木でございますはいいろいろありがとうございました私はのは注射的なお話を聞きたいと思いますどこで聞いたか忘れましたけど、えー 文明が文化を破壊するという言い方がございます。これは。現実の問題になりつつあるんじゃないかと、大変心配しております。一つは。なんていうんですか。過少、子供が少なくて、老人ばかり増えてしまった。この社会、それから。故郷、故郷がなくなりつつあるんじゃないかと。これをどうするかということを。よく考えて。 知事さん、皆さんが考えて守っていただきたいと思っております。まあ、あの質問というか提案でございます。よろしくお願いします。これはあの同州制の問題とも少し絡みの問題なので、うんね、あの私はあの少子高齢化というふうによく言われますが、高齢少子化が正しいと思っています。えー、人間が長く生きるということについてですね、分かった以上 自分の生存本能の方が優先されますのでえ子どもたくさん産むとその教育費とかでお金がかかると自分の生存期間を計算しながらそれに見合うだけのお金を確保するとそのためには子どもは何人が必要だという形になってくると思ってますのでえむしろ高齢化が少子化を誘っている。実 新興国いわゆる発展途上国ではです、ね、子どもの教育費がいりませんからたくさん産んでたくさん働いてもらえばそれだけ親の取り分が増えるとあのうがいの後ろになれるとあの子どもはうだとそれだけ子ども多いほど得だということいですから、えー、ところがよりあのなんていうんでしょうか先進国になると。 長く生きるんで健康な生活ができてますから長く生きれば生きるほど子供を少なくしないことにはお金持ちは別ですよだから反対の現象が起きてるわけですね大金持ちほど子供はを多く産める普通の人はたくさん産めないと産みたいけど産んだら自分の生存が危なくなってくるとこういう現象が起きてると思ってますのであのどれだけあの子供をたくさん産んでもですね 安心だというこの制度を作るしかないとそういう意味での子ども手当という部分は正しいものだと私は思っておりますただあの子ども手当がいいかどうかは別だと思っていますイギリスなんかのチャイルド基金みたいな形でずっと蓄えておいて18歳になったら本人に任せてそれはもう学業に使おうと事業資金に使おうといいといううな そういう仕掛けがやっぱり少子化をですね食い止められるんじゃないかなと思っておりますそれからふるさとが破壊されてきてるまあこれも事実ですけれど一方では新しいふるさともどんどんできちゃうんですね埼玉なんか新しいふるさとがどんどんできてるんですただあの開放型のマンション群とかですね開放型の住宅群もあれば 非常にこう閉鎖型のですねマンションとか閉鎖型の住宅群とかがあります、えー、もちろんあの都内にもそういうのあるわけですあのできればその開放型のって言うんでしょうかコミュニティができやすいような仕掛けを作った住宅っていうのはあの住宅会社によってですねそういうことをやってるところがありますからそういうのをできるだけ中央自治体とか中央政府がですね 推奨するとそういうところについてはいろいろ特典を与えると例えばあの何らかの形でですね、えー、この税を免除するとかですねそういうなんかいいことをです、ね、約束していけばそういうコミュニティ型の住宅の方が企業にとってはもうメリットがあると利益が出てくるというようなそういう促進的なものをやって私は あの都市ができれば一般,一般,一般的にはあのスラム化したりですねあるいはこのコミュニケーションが悪くなる嫌いがあるということは事実だと思ってますが新興住宅地で新しいいコミュニティがたくさんできてるところは山ほどありますで実際なぜ民間の防犯パトロールがあれだけできるかというと実はそういうエリアでできてるんです実際そういう働き者もいるわけですね 何らかの形で社会に役に立ちたいというそういう人たちもいると思っていますそれからあの行政の単位で言えば今道州制論が出てきておりますで今の道州制論はちょっとあんまり筋目違いはあんまり良くないと思ってますあの市町村合併は反対を食いそうだからそこは黙っているとそれから霞が関の解体についても いいろいろ邪魔されるるから黙っているととりあえず47人しかいない都道府県地だけなくしちゃえと都道府県廃止だけと決めているのはですね、まあ、非常に卑怯なやり方であの何も決めてないことでとにかく全部法案は簡単なものにしてぶん投げるとで、えー、国民会議で決めたものをそのまま認めていくというやり方にしてますので私は国会が安易な あの方法を取っているなと、国会自身で議論した方がいいと思ってますが、そういう状態ではないと思っています、同州制だったらどうなるかということについては、一概に言えないと思っていますま、市町村をどれだけ充実させるかというような仕組みができるかできないかだけだと思って一概に言えないと、の橋の記者、という発想のとよく考えてくださいは。いはい よろしいですか、えー、それでは時間が参りましたので知事大丈夫ですかもう一問だけ大丈夫ですそれでは最後の質問とさせていただきますどうぞどうも <coughs> あのカラブの、まま、もちろんあまりかわり私埼玉県 あの34年前から住んでるんです。で、そんな好きな県、国連で10年ぐらい働いたけど、東京の方移動しなくたんです。で、今は質問じゃないけど、一つの,あの知事にアピールなんですけど、1年1回でも、 埼玉県にいろんな国の人、東京より今、大事かもしれないですね。だから、1年1回ぐらいでもあの、いろんな国の人々の団体の代表とか、1回会って、1年1回ぐらい会って、彼たちの日本で住んでるあのいろいろ問題とか。

あのちゃんと登録した団体とかいろいろいるんですから、ねうん、相談しながらというネットワークですか。だから役員じゃなくて先生一日で自分で一回ね回ぐらい一時間もいいんですけど、うんうん、ど直接話聞いてどうでしょうか。うんえー、何らかの形であのー。 それに近いような形はやってはいるんですね。あの埼玉県在住の外国人の方々との交流会はやってはいるんですね。で、どういう対象にどうするかという問題がやっぱり残っているとは思います。どういう代表者の方を呼ぶのか。だいたい NGO 関係の皆さんたちとは年に1回私は。 な立話も含めて交流してますあの、それは具体的にやっぱりありますが、どういう形で選ぶかという課題が残ってると思ってます、まだちょっとあとで <laughs>、はい 2> えー、2日間以内におそらく回答がいくと思いますので。<laughs> いや、もう一回ちょっとメールください。<laughs> えー、ということで、えー、今日は本当に埼玉県の実情と知事の対応について、えー、様々な面からお話ししていただきどうもありがとうございました <laughs>、えー、最後に今日あの上田知事が記帳したあ文字はですね結果というふうに書かれております、えー、とにかく何事も結果を出すという意味もあるんでしょうけれどもこれからの結果にさらに 期待をして、えー、今日の講演を終わりたいと思いますどうもありがとうございました <laughs>、えー、これは <laughs> 記念品でございますはいありがとうございます